子どもたちが水力発電所の仕事を体験したのは関西電力庄川水力センター小牧発電所です。発電所ではどのように電気を作っているのか、電気ができる仕組みについて学んだ後、発電所の機械を点検する仕事に挑戦しました。電子部品というのは熱に弱いので、正確なコントロールができるようにこの部屋は通常。発電機の中の圧力などを示すメーターをチェックする際には、目の高さに合わせて目盛りを読むように注意します。数値が間違っていると大きな事故につながってしまうと聞き、正確に記録する大切さを学びました。自然に優しいと思います。電気を大切に使うと